3月末、トルコキキョウの育苗を屋内から畑へと移動します。理由は2つ。寒さも和らぎ、屋内でなくとも十分管理できるほど暖かくなった。屋内のままだと、茎が細いまま大きくなりすぎて貧弱になる。このことから彼岸を過ぎたあたりで畑へと移動させます。もっとも、すでに大きくなりすぎた感はありますが。畑へ移す前にどの苗が、どの品種かわからなくなるので、園芸ラベルを貼っていきます。もともと園芸ラベルは差し込んでありますが、屋外で管理した場合、強い風が吹くとラベルが飛んでしまいます。そのため、ラベルが飛ばないように、養生テープで簡単に貼り付けます。苗の様子はこんな感じです。確かに大きいのですが、茎が貧弱です。それにしても、12月に植え替えるとここまで大きくなるんですね。ポットの底から根っこが出ています。これだけ出ていれば、定植後に枯れることはないと思います。畑に並べた直後です。4月といってもまだ寒い日があるので、不織布でトンネルを行います。多少、風が吹いて揺れると、茎が太くなってくれると思います。うちではトルコキキョウと一緒に菊を植えています。露地栽培を行った時の、風よけに使います。詳しくは定植の時に説明します。畑に移してから1週間後の様子です。アブラムシが苗に群がっていました。そのアブラムシが病気を運んできたみたいです。ネットで調べたところ、モザイク病のようです。早速スミチオンを散布しました。登録にトルコキキョウの名器はありませんが、カキとして登録があるので大丈夫だと信じて散布です。1週間後アブラムシもいなくなりましたし、苗も大丈夫そうです。これからは畑に行くときにスミチオンを散布するよう心がけます。この写真は畑に移してから2週間後の様子ですが、苗の上と下で葉っぱの色が違います。下の方が色が薄く、上の方が濃いです。日当たりとか、風のストレスとか、必要なんだと思います。